インターネットテレビウィルズ王冠号編集長の山根です。白川さん、よろしくお願いします。最初に告知をさせてください。先日ですね、ウィルズ王冠号のツイッターアカウントが開設されました。はい、でまだまだフォロワーは、そうです、まあ、33人、まだ何も告知をしてないので、はい、少なめなんですが、ぜひあの概要欄にそのリンクを貼っておきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。お願いします、日々 の、 その更新情報なんかをね、はい、逐一、投稿してますのでお願いしますと、はい、で今回の、テーマは、はい、まあ、小池百合子さんですよ。久しぶりですね、はい、であの木下文子さんってあの女性がいましたが、はい、まあ、あの辞任会見も、まあ、話題になりましたが、まあ、その彼女とその小池さんの関係っていうのは前々から、白川さんは追及されてました、ね、そうですね、はい、で今その小池さんがその健康不安説っていうのもささやかれていて、うん、でも本当かなと、うんうん、そのあたりその木下文子さんとのつながり含め、はい、もしかしたらその健康不安説が流れる背景に木下さんとの関係もあるかもしれないなということで、ね、うん、そうですね、はい、はい、まずね、小池さんはあの6月末に入院したっていうのを覚えてらっしゃいますよね。ありましたね、はい、これ都議選の最中、はい、まあ、始まる直前ぐらいに入院したと、はい、この時過度の疲労という名目だったんですね、しかも検査入院と、うん、はい、で、結局この時何が起こったかってもう覚えてますよね。この時は、はい、確か、はい、選挙投開票の2日か3日前ぐらいに出てきて、はい、都民ファの応援をしていたような気がしますけど、はい、 それで一気に逆転というか、はい、まあ、自民党が議席を減らす、予想よりは議席を減らすというようなのがありましたね。そうなんですよ、うん、これはだからこの入院っていうのはちょっと怪しいなと、はい、要するに病み上がりっていうのを演出して、うん、まあ、酸素ボンベ持参で激戦区に入って、もう必死で応援演説をすると、うん、頑張ってる小池百合子、これをまあ演出して、まあ演出かどうか分かんないですけど、うん、一応演出だと思ってますね我々はねして、まあ、相当分が悪くて今回の議席、まあ、45から10台まで落ちるんじゃないかと、はい、少なくとも20前半ぐらいまで落ち込むんじゃないかと言われてたのをひっくり返しちゃうんですよね、うん、で、都民ファっていうのは第二政党、もう相当自民党に肉薄する第二政党にとりあえず踏みとどまったってことなんですよね、はい、これはまあ小池さんの天才的なパフォーマンスだったと思います、はい、で今回も10月27日に入院ってことは、はい、これも総選挙の、うん、3日前ぐらいですか。そうですね、はい、でね、10月27日に再度入院ということですよね、それで、まあ、あの退院は割とすぐだったんですが、1ヶ月近くですよね、トータル、うん、リモートワークで登庁しなかったんですね、都庁にね、うん、で、これなんか変だなってみんな思いますよね、うん、さすがにこんだけ出てこないって何かあるんじゃないかと、うん、で、一つはですね、まあ、例えばそのに、スポニチでしたっけ、まあ、あのちょっと肺疾患で長期に、療養ではないかと、うん、で年内に辞任するんじゃないかっていう飛ばし記事を出したんですよね。ありましたね、はい、でこれ説得力ありますよね、うんうん、でこれで結局その小池さん側が何にも発信しないんで、あ、これ本当なんじゃないかと、肺がんじゃないかとか、うん、あるいは COPD、慢性閉管性肺疾患っていうらしいんですが、ではないかっていう具体的な病名まで出てきたということで、まあ、実際お母様が、まあ、がんで亡くなってたりとか、昔、まあ、ヘビースモーカーだったって言われてるんで、まあ、肺はちょっと来てるんじゃないかっていう、まあ、噂が立ったってことですよね、はいはい、ところがですよ、11月21日の復帰会見でものすごいあれですよね、報道陣ですよね、うん、それですごいね、ネタがないって勝つんですよね。なるほど、こんなに私の元に集まるなんてという、はい、そうなんですよ、ね、なんでこんなに集まってくんのと、はい、うん、だってよ年内辞任するかもしれないっていう風な憶測が出てるわけだから、それはなんか言うんじゃないかって集まってきますよね、で一発かますわけですよ、うん、それで重病説に関してね、これ頭ごなしになんか失礼なことを言ってましたよね、確かね、いい加減なことを言うなよって言ったな、うん、これすごいでしょ、うん、うん、
でね、これね、なんか裏があるんじゃないかなと思ってちょっと調べましたが、まあとりあえずですね、11月21日の時事通信の、記事読んでいただいていいですか。はい、東京都の小池百合子知事は21日、7月の都議選期間中などに車を無免許運転し在宅起訴された木下富美子都議について、人生長いわけですから今の状況を理解できない人ではないと私は考えていると述べ、木下氏が自身の状況を客観的に捉えて出処進退を決断するよう改めて強調した、都庁で記者団の取材に応じたと。はい、ここで、これ思い出してほしいんですが、うん、木下富美子氏の問題というのがこの期間ずっとクローズアップされてましたよね、いつ辞めんだいつ辞めんだと、なぜ、ところが本人は辞めないって言ったんですよね、で、ホームページ上にもう私は続けていくっていう宣言をしたと、でね、これね、あれなんですよ、あの小池さんの入院の次の日に、都民へってことで自分のホームページ上で宣言するんですよ、そうすると、これで大騒ぎになるんだけれども、この間小池さんいないんですよ、で出てきてそろそろ辞めた方がいいよって言って、翌日ですよ、木下氏が辞める、こう怪しくないですか。まあその都民ファーストからは離れて、完全に別だ、別物だというようなスタンスだったけども、まあ、実際は、まあ、まだもちろん繋がっていたということですね。まあ、除籍になったということで、一応その肩書き上は都民ファとは関係なくなったんだけれども、小池さんが一言もう辞めたらって言ったら辞めますって辞めたわけですよ、これって要するに小池さんは一言で辞めさせることができたということは、これ彼女が続投宣言をした時は小池さんは了承したってことですよね、そうとしか考えられないじゃないですか、一言で辞めさせられるわけだから、少なくとも辞めろとは説得はしていなかったということですね。そうすると自由にやれって言ったに違いないわけですよ、でも責任取りたくないから雲隠れしたってことじゃないの、重病、本人が重病じゃないって言うんだから それしか考えられないと思いますよ、私は。そもそもまあおさらいしておくと、はい、この木下さんと小池さんの関係っていうのはもともと結構歴史があるんですよね。そうですね、20年ぐらいですか。そうですね、もともとはその、小池さんが、2000年ぐらいでしたよね、あの環境大臣の頃に、クールビューズっていうこのキャンペーンをやった時の博報堂の社員としての担当者ですよね、でそれ以来こう、まあ、ちょっとブレーン的な仕事もしてたんだと思うんですよね、だからずっとこう、まあ、ずっとかは分かんないけれども、まあ、古くからのこう知り合いであるっていうのは間違いないです、はい、でこの人生長いわけですから、はい、その理解できない人ではないと考えているっていうのもなんか、はい、ちょっと突き放してるんですけども、うん、まあ、ちょっと擁護しているというか身内感が出てるんですよね、この言葉からね。そうするとね、あの木下氏があの国民、まあ、都民国民に反感を持ったあの会見の意味っていうものが分かってくるわけですよ、要するに小池さんはあの一旦やめろって言ってるわけですよね、こう一旦の意味何かっていうと、やっぱりいつか戻すからって含みですよ、そうすると今回は辞めるよっていうことで辞めたわけですよね。それと小池さんから、まあ、一旦辞めるという命令を受けたから辞めるけどねっていうことじゃないですか、自分は本当は辞めないつもりだったけども、あの小池さんが言うからしょうがないから辞めるって言って不満たらたらで会見したってことですよ、これ、どうですかね、さすがに戻せますっていうのも、これだけ都民国民からこれだけこう、悪名と言いますか有名になっちゃって、いや私は何かの形で戻すつもりなんだと思いますよ、多分頼りにしてるでしょ小池さんが、少なくともまあブレーンの期間っていうのはあるんじゃないかと思うんですよ、それでね、多分ねこの無免許の当て逃げというのが警察が把握したのは、投票日の前の日じゃないですか、でこの時に小池さんは木下氏の応援演説に行ってるんだけど一言も言わなかったでしょ、ということはこう隠蔽してるんですよね、だって警察が発表しなかったってことでもあるけど、小池さんは把握してたけれども言わなかったってことですよね、これは公にする義務
って、それ道義的な義務ってあるじゃないですか。だって投票者にこの人は無免許の当て逃げをするような人間だということを知らせなければ、後で発覚したら騙されたってことになるわけですよ。そうです。ということはですね、これ小池さんが雲隠れしたのは、これを掘り返されるのが嫌だったって話でしょ。うん、だって隠蔽してたんだもん。うんうん、そうするとこのとんでもないあの木下富美子という都議を選んで当選させてなおかつかばった小池さんなんですよ、うん、でも責任取りたくないからリモートワークってことじゃないんですか、うん、でもうこれちょっとどうもいかないからとりあえず一旦やめてと私は復帰するけどねって話でしょ、はい、うんとしか考えられないですよ。でね、木下さんが、都議がなんで辞めなかったって1個はですよ、3ヶ月間あの要するに3ヶ月以内に辞任しちゃうとこれ自民党員が繰り上げ当選なんですよ、ね、うん、と自民党員1人増えるから都議 の, そのコントロールにおいて不利になると、これ1個絶対ありますよ、はい、うん、でもう1個はねやっぱりこう木下さんって12月1日を狙ってたんだと思うんですよね。ここもワイドショー的には、うん、まあ、ここがポイントですよね。そう、満額ボーナスがもらえるかっていう204万円、うん、そこまで粘れば204万円、うん、あの女性なら頑張りますよね、うん、だからまあ3ヶ月は義務だったわけですよ、粘るのは。でもその後は自分で頑張れっていうことで頑張ったけども無理だったんで小池裁定でやめろと、うん、ああ200万円損したってことであの不満たらたら会見なんでしょ、うん、うん、そうするとね、これグルじゃないんですかね、うん、この言い方いあの適切かどうかわからないけど私は2人はもうなんかずっとつるんでたんだとしか見えないんですよ。まあ都議選後のその無免許運転発覚から、うん、あ、まあ、今まで、はい、そのタイミングというか、まあ、2人の行動を見ていると、はい、まあ、そう思われても仕方がない。そうですよね、タイミングとしては符合してますね。これはそうすると木下氏のあの心臓に毛が生えたようなあの大胆な行動というのはバックに小池百合子がいたからでしょ、うんうん、じゃあそれは小池さんじゃん責任は全て、うん、小池さんが辞めろって言ったら辞められるんだったらもっと前に辞めさせられてるんだけどまあなんとかできるかもしれないから頑張れっていうことを言ったに違いないわけですよ、うん、でも自分は責任取りたくないから雲隠れしてたんでしょ、うん、病気じゃないんだろうね、うん、ってことじゃないですか。だからね、この件に関しては木下富美子氏も、まあ、あれだけバッシングされたけれどもそれ以上に悪いぞ小池百合子って話です。うん、うん、なるほど、はい、小池百合子、はい、あざといですね。だからこれね再入院だってことで重病説が出るのは当たり前だし1ヶ月ねその消息がとあの連絡が取れないんだから、うん、それでね病み上がりでねすごいね寝たかないねと、うんうん、言ったりいい加減なことを言うなとねメンチ切ったりってねそれ都知事としてどうなんだってことですよ。だって1ヶ月いなかったのよ、うん、都政に穴開けたってことだよ、うん、まあリモートワークだから穴開けてないのかもしれないけどね、うんうん、まあ小池さんいない方がねその都政がうまくいくって話もあるからね、うん、まあそれはちょっと置いといてその都知事がやるようなことなのかなと私はちょっと今回に関してはちょっと許し難いと思ってます。ということで、まあ、久しぶりに小池百合子氏扱ってみましたが、はい、どうなんですかね、その総選挙の結果を受けて、はい、まあ、小池氏が残念がっているといいますか、まあ、自民党が思いのかかっちゃって、うんうん、私がどこで出ればいいのというふうにあとか、まあ、二階さんが今その権力がかつてよりは衰えてるんで ね、自民党に入る復帰するための糸口を今探しているとかいう話も聞きますが、はい、まあ何とかしようとは思ってるでしょうね。この人が諦めるとは思えないですもんね、はい、それで、まあ、今後の国政活動に傷がつかないためのこの隠蔽工作みたいなのが今回の正解です。あったと。そう、正解です。もうそれが結論ですよね。はい、はい、おっしゃる通りです。ということでまだまだ小池劇場が、はい、続くのかな。もう嫌だよねいい加減小池さんをやっつけるような人間が自民党とかね、うん、出さないとダメだよね、うんうん、またこの新たな変異株とかが日本に入ってきて、うん、またやるやんですね。またやりかねない。また非常事態宣言連発やるやんの人、うんうん、怖いね、うん、まあもう日本破壊されちゃうかもね、うん、この令状いると、うん、だからもう本気でね小池さんってもうパージしないと大変なことになりますよ日本は。それでは、はい、パージしましょう。パージしましょう。はい、はい、パージ。ありがとうございました。ありがとうございました。